皆さんこんにちは、水越美里です。本日はですね、久々にプレゼントにおすすめアイテム紹介ということでやっていきたいと思います。定期的にやっている企画ではあるんですが、1年ぐらい前に最後やったきりだなと思うので、またいろんなおすすめアイテムを紹介していきたいと思います。価格別でご紹介していくのと、今まで紹介したものはなるべく避けつつ新しいもの多めでいきますが、被ってるアイテムもあると思います。コスメ以外のものも入っているので、プレゼント選びのヒントになればなと思ってます。それでは早速スタート。ではまず3000円以内のアイテムからいきます。1つ目がこちらです。小さじのバスソルトでございます。これ小さくて、でもすごくパッケージも可愛くて、プチギフトにめちゃくちゃぴったりじゃないですか。私も最近見つけたんですよ。サイズ感で言うとですね、これくらいのリップと比べても小さいので、本当にミニサイズですが、でも自分では意外と買わないだろうし、結構やっぱね、見た目大事だと思うんですよ、プレゼントって。その点においてすごくもらった時に嬉しいかなと思います。ちょっと開けてみます。香りがね、2種類ぐらいあったと思ったんですけど、柚子にしていて、本当になんか人によるけれども、柚子ってそんなに好き嫌いを選びにくいかなと思って選んでみました。香りも本当に柚子の皮のような香りがします。変にフルーティーすぎる柚子じゃなくって、純粋に柚子の香りっていう感じ。嫌いな人少ないと思います。こんな感じでバスソルトでちょっとジャリジャリと入っていて、お風呂に入れていただけるっていうものですね。普段シャワー派っていうことが分かっているならばちょっと合わないかもしれないんですけど、お風呂を使ってるなっていう印象がある方にはいいんじゃないかなっていう、私はもらったらめっちゃ嬉しいです。それでは次こちらです。じゃん。アポケーテフレグランスというブランドのフレグランスのタグでございます。オンラインでギフト用に頼んでいるんですが、こんな感じで届きました。ほんとそのまま渡せるし、私他のものも頼んだんで大きいんですけど、紙袋も可愛いので、ほんとギフト向き。正式名称クローゼットタグですね。大久保さんのアンバーっていう香りにしてるんですが、じゃん、こういうハンガーに引っ掛けられるようなタグが入っています。これにすごく香りがしっかりとついているんですね。なので飾っておくことでクローゼットの中がすごくいい香りになるよっていうアイテムです。この香りはちょっとシトラス系の、でもなんかただただシトラスよりはなんか少しおしゃれみのある、ちょっとメンズとか使っててもおかしくないようなスッキリ系の香りがします。ちょっと懸念を挙げるとしたら、香り物なので好みが分かれるかもっていう心配はあります。それではこちらです。じゃん。クレドポーゴーテのマスクエクレル資産1パック分の個包装タイプです。5枚入りとか6枚入り買うとかなりお値段張るんですが、1つだったら2000円ぐらいで購入することができます。でもそれでもシートマスクで1つ2000円って思うとめちゃくちゃ高級ではありますが、シートマスク1回分っていう気軽にあげやすいで、値段もクレドポーって高級感はあるの2000円以下っていう、ちょっとしたギフトにはすごくぴったりだなと思います。私も友達にクレドポーのアイテムをプレゼントしたくってあげるときに、もう1人一緒にいる友達がいるとするじゃないですか。でその子は別に誕生日とかではないからギフトはないんだけどっていう時に、一緒に一つだけ買ってっていつもありがとうみたいな感じで渡したりすることもあります。これ実際使ってみてよかったんですよね。こういう感じで2つに分かれてるんですよ。上と下で分かれてるようなイメージ。すごくしっとり保湿感もありますし、美白有効成分の 4MSK って言われる、まあ、資生堂独自で使われている成分なんですけど、美白特化のシートマスクなので、特に今の季節とかプレゼントで喜ばれるのかなと思います。はい、次がこちらです。資生堂のブラシクリーナーですね。これね、私はリアル愛用アイテムなんですが、プレゼントにもいいなと思って選びました。どういうアイテムかっていうと、本当にブラシをお掃除するためのミストのようなものです。毎日ねブラシ使って毎回洗うのって結構大変じゃないですか。そういう時にしっかり洗うほど汚れは落ちないけど、毎日ちょっとずつ綺麗にお手入れできるミストという感じで、このティッシュとかにこうやって含ませて簡単にサササッと拭いてあげると結構ですね、こんな感じで落ちるんですよ汚れが。しかも水じゃなくってちゃんとしたクリーナーなので、エタノールというかアルコール感は強いんですけど、そのおかげで揮発して全然このブラシ自体がべしゃべしゃにならないんですね。すぐに乾くので、ちょっとしたお手入れ向きだし、あったら結構嬉しいけど自分で買うっていうほどでもないのかなと思うので、ギフトであげると喜ばれるかなと思いました。次がこちらです。じゃん。メイクアップフォーエバーのウルトラ HD ルースパウダーのミニサイズでございます。
よく見ると小さいですよね。だいたいこんな感じのサイズ感のものになっています。だからこそこのお値段で購入することができるんですけど、これもフェイスパウダーといえばすごく人気のアイテムで、お肌をサラサラに仕上げてくれます。この季節あげると喜ばれると思うし、単純になんかミニサイズだからお手軽にあげれておすすめっていうよりは、やっぱこういうサイズのものって旅行とかでもすごく便利なんですよね。かさばらないので、だからなんかコスメたくさん持ってる方でも結構嬉しいんじゃないかなと思います。ルースタイプでして、こういう感じですっと馴染んで本当にサラサラになります。私的に乾燥するっていう記憶もないので、どちらかというと皮脂出やすい方にはおすすめですが、夏だったら意外といろんな方に使っていただきやすいし、色とか合う合わないっていうのがやっぱ少ないので、ベースメイクアイテムの中でもフェイスパウダーは上げやすいんじゃないかなと思います。次がこちらです。 RMK のコンディショニングフィックスミストのクールです。これ今年新作で登場したフィックスミストです。おすすめポイントとしては、単純に新作なのでまだ持ってる人が多分少ないっていうところ、そしてミストっていうコスメの中でも持ってない確率がまあまあ高いアイテムだし、持っていたとしても、まあ、消耗品でもあるので複数個あっても困らないし、嬉しいアイテムかなと思います。かつメイクを固定するっていう意味もあるけど、保湿力高いんですね。しかも香りもいいんですよ。とっても使い心地がいいので、敏感肌とかだったらちょっとわかんないですけど、色とかもないし、あげて使えないっていうことが少ないかなと思います。アイシャドウとかリップをあげるのもあげがいがあるし、あなたのためにこの色を選んだっていう思いがすごく伝わっていいと思うんですけど、外したくない、無難に絶対に喜んでほしいっていうのだったら、パウダーとかミストとか下地とかはすごくいいと思います。そして次こちらです。じゃん、ビーツのスーパーウォータートリートメントでございます。リアルに最近人にあげまくってるのがこのトリートメントですね。これね、ほんと好きなんですよ。何度も紹介しているんですけど、改めてどういうものかっていうと、シャンプーとトリートメントの間に使うウォータートリートメントで、だからこそ別にシャンプーとトリートメントお気に入りのものがある方にも使っていただけるんですね。でしかも髪がすごくサラサラになって、絡まりにくくなってめっちゃ調子よくなるので、本当にこれはおすすめです。ただ成分見ると、変性アルコールっていうアルコールのアイテムが前の方には来ているので、アルコール系全般ダメだよっていう方にあげない方がいいかもなんですけど、特にその敏感すぎない方とか髪に気を使ってる方にはとっても喜んでいただけるかなと思います。デメリットを言うとしたら、買えるところが少ないんですよね。オンラインサイトとかもあるので、そういったところで買っていただくのがまあ一番いいのかなと思います。オフラインだとエステサロンとかスパとかそういうところで投入してくださってるところは置いてあったりしますね。はい、それでは約5000円以下ぐらいのアイテムでいきます。まずはこちらです。タンバリンズのエッグリップバームでございます。中を開けるとですね、こんな感じで卵型のアイテムが入っています。やっぱこの箱に入ってる時点でなんかもう可愛くていいなと思うし、他にはないこのデザイン。タンバリンズって日本にも上陸してそんなに日も経っていなくって、すごく話題性もあるし、気になってる人も多いのかなと思うと、もらって嬉しいかなと思って入れました。開けるとこういう感じで、ここがリップバームです。ここがちゃんと回ってグリグリグリ出てくるんですけど、これ自体にも香りが選べて、ミルクティーってやつだったかな、ちょっとココナッツ系の南国感のあるまろやかなミルクティーの香りがします。いい匂いで、これ好きで選ぶなんですよ。タンバリンズって香水とかとハンドクリームとかもっと他のものもいっぱいあるので、どれ選んでもいいと思うんですけど、香水ってさっきも言ったように香りもの好みがあって、ちょっと合う合わないあるかなって思った時に、リップバームは比較的香りものだとしても、まあ、使っていただきやすいかなと思いました。ちなみにハンドクリーム私もらって持ってるんですけど、これまたデザイン可愛いし、ここをキュッと押すとここから出てきて、こっちもすごくいいと思います。どっちもおすすめです。そして次こちら、トムフォードのアイベースでございます。これ家にあるんでちょっとラッピングはしてないんですけど、トムフォードっていうともうギフトでショッパーでもらった時点でもうめっちゃテンション上がっちゃうじゃないですか。そこの高級感もありながら、アイベースっていう人によっては持ってない可能性も全然あるし、持っていたとしてもトムフォードのアイベースってベストセラーって言われてる大人気アイテムなので、すごく嬉しいんじゃないかなと思います。もちろん色の好みとかもないですし、質感的にそんなにアイベースのコテコテ感もなく伸びやすいんですよ。馴染みやすくて扱いやすいので、とっても万人が使いやすいと思います。本当に色持ちもやっぱり良くなったりとか、二重の幅にたまりにくくなるので、高級感とかだけじゃなく機能としてもとっても優秀なアイテムです。外さないアイテムだと思います。失敗したくない方はこれぜひ。それでは次こちらですね、ローラメルシエのプティコレクシオンベストカラーというアイテムです。
これローラメルシェの人気アイテムであるチークとアイシャドウスティックとリップのミニサイズが3つ入ってなんと4400円なんですよ。普通に欲しいって感じですよね。ちゃんとこんな感じで可愛い箱に入ってじゃん。めっちゃ良くないです？4400円で買えるにしたら満足度ほんと高すぎるよっていうアイテムですよね。びっくりしました。これがローラメルシェブラッシュカラーインフュージョン6のチャイ。確かにサイズはちっちゃいです。手のひらに収まるぐらいだけど、それでも嬉しいですよね。そしてもう一つがこちら、ルージュエッセンシャルシルキークリームリップスティックのミニサイズ。これ5番のカラーでこんな感じで、アイシャドウがキャビアスティックアイカラーの R の2番のミニサイズで、私も全部使ったことあるアイテムですけど本当に可愛いので色合いが絶妙ですね。おしゃれさんになれるアイテムだから、なんかただの寄せ集めじゃなく人気アイテムの集合っていう感じです。はい、こんな感じ。これがチークでリップでアイシャドウです。可愛いですよね。これだけでメイクできちゃう。もうただデメリット挙げるとするならば、店頭では買えないっぽいんですよね。買える場所がですね書いてあって、私プラスパフューマリースキアっていうところと LINE ギフト限定発売って書いてあります。私はなので私プラスで買ってみたんですけど、ギフト放送お願いしたんですよ。そしたらこういう感じで入れてくれていて、ギフト放送してくれるだけ嬉しいけど、私プラス感がすごくて、ローラメルシェっぽさが放送の段階ではないので、ちょっとそこが人によってはネックに思うかもですけど、でも中身は本当にすごいので、でしかもこの箱は可愛いから、このままねあげちゃってもいいのかなっていう気がしました。はい、それでは次がこちらです。じゃん、ナーズのアフターグローリキッドブラッシュです。こちらも今回選んでみました。選んだ理由としては、まあこのナーズのリキッドチーク自体が去年発売になってからすっごく人気で、しかもその後も結構いろんなブランドからリキッドチーク発売されるぐらい、リキッドチーク自体がまあブームかなっていうのもあって選びました。でもブームとはいえ意外と持ってる人が多いかと言われると少ないんじゃないかなって思うんですよ。多分このチャンネルを見ている方とかはコスメ好きの方が多いので持ってる方も多いと思うんですけど、コスメ好きだけど定期的に集めるほどではないっていう方も多分多いから、そういう方からすると気になってたけど買ってはいなかった、ちょっと難しそうだから使ってはいなかったっていう方がいると思って選んでみました。でも難しそうと思ってもこのナーズのチークすごいムラにもなりにくいですし、意外と簡単なのでリキッドチークデビューにはすごくぴったりじゃないかなと思います。ちょっと今ある色全部装置してみますね。こちらからオーガズム、ビヘイブ、ブリーズンかな、ドルチェビータ、インスタティアブルとなっています。個人的にはですねこのオーガズムがいろんな人に似合いやすくていいかなと思っています。イエベブルもそんなに問わないカラーだなっていう印象です。そしたら次がこちらです。ジョーマローンの化粧石鹸、これはですねブラックベリー&ベイソープっていうやつなんですけど、こちらは私もいただいたんですよ。で実際ちょっとだけこれ中開けてるんですけど石鹸なんですね。本当に普段正直固形石鹸をあまり使わないので受け皿とか買ったりとかしようかなと思ってたんですけど、それを考えてることがその友達に伝わったのか、石鹸としてあげるのではなくタンスの下着入れに入れとくと香りがついていいんですよって言ってくれて、その用途もできるのであげましたって言ってもらったんですね。なるほどと思って、そこから私もこれを使わずこのままその下着入れに入れているんですけど、めちゃくちゃ下着がいい匂いになるんですよ。しかも香水を振りかけてるとかじゃなくって石鹸をただそのタンスに入れてるだけだから、香りのつき方もすごいふわっとしていて、多分人から感じるほどではない、自分が下着をつけた時だけちょっとふわっと香るぐらいですごく程よくって、もらって嬉しかったので入れてみました。もちろんなんか人によって石鹸として使ってもらうのもいいと思うし、石鹸として使うのがちょっと大変だなっていう方は私みたいに香り付けのアイテムとしても使ってもらえるからおしゃれだな、いいなと思って、そういうのもあるんだっていう発見があって紹介しています。ちなみにこれの香りはですね、お花とベリーの混じったような香り、フローラル系の女の子らしい香りがするんですけど、でも本当にふわって淡く香りがつくので、何の香りとか思わずすごいいい匂いだなっていう単純な気持ちだけでいつも下着をつけてます。さっきのクローゼットタグとちょっと似たような使い方になりますが、ジョーマローン自体ももらったら嬉しいブランドだと思うので、ぜひ候補の一つにいいかなと思います。そしてこちらちょっとオーバーしてますが、コスメデコルテ AQ ブースティングトリートメントヘアセラムです。これもですね途中で紹介したビーツと同じような立ち位置のアイテムです。シャンプーとト
リートメントの間に使うことでより髪の毛の調子がよく維持されるっていうものなんですけど、正直ビーツの方がお値段も安い、かつ洗い流した後は両方すごいサラサラなんですけど、髪になじませてる時の使用感はビーツの方が私は好きなんですけど、ただやっぱコスデコにしかない高級感、もらった時のテンション上がるのはやっぱ知名度もあるコスデコかなと思うので、そこがまずいいですよね。あと買える場所が多い、ビーツちょっと買いづらいのでそこすごくいいし、ラッピングとかそういった心配もないですし、香りもいいのでプレゼントにおすすめしたい要素がこっちの方がギュッと詰まってます。ヘアでねこの辺に使うのであればそんなに敏感とかもそこまでスキンケアほどは考えなくていいと思うと、比較的プレゼントもしやすいかなと思って入れました。それではこちらです、ハッチのボディウォッシュビーハグというボディソープですね。実は私リピート商品なんですが、ハッチって蜂蜜を取り入れたアイテムが多いんですけど、これもそういったボディソープになります。トロッとしていて香りも蜂蜜のような甘い香りがついてるんですね。洗ってると蜂蜜で体を洗ってるようなすっごい満足感があってめちゃくちゃ好きなんですよ。ボディソープって絶対使うものだしなくなるし、私がギフトでもらって嬉しいものランキングトップ5にボディソープって入るんですけど、その中でも本当お気に入りのアイテムです。でも甘いのが苦手だなっていう感じの子だったらイソップとかそっち系のがいいかもですけど、ハッチだからこそであり、これにしかない使用感と満足度のあるボディソープですね。これもすごくおすすめです。はい、それでは次がですね約8000円以下アイテム紹介していきたいと思います。まずこちらです、イブサンローランのラブシャインリップスティックですね。イブサンローランといえばリップのイメージがあるし、コスメプレゼントといえばイブサンローランのリップのイメージもあるからこそすごくねおすすめだし、あとこれリニューアルしたんですよ最近、なので話題にもなってるし上げやすいかなと思うし、単純に色も可愛いし質感もいいし見た目も可愛いし上げたい要素盛りだくさんなんですけど、あすごいと思ったものがあるのでこれを入れました。イブサンローランのですね公式サイトに行くと分かるんですけど、イブサンローランの e ギフトっていうサービスをやっていて、これをやるとですね送る相手の方に色を選んでもらえるみたいなんですよ。すごくないですか。確実に好きなもうたくさん使ってほしいから、でしかもなかなか会えないし遠くにいるしっていう時にめっちゃいいサービスだなと思ってこれ1個入れました。数あるデパコスリップの中でもギフト向きだなと思ったポイントです。もしですねご自身で色を選んであげたいのであれば刻印サービスができたりとか、ギフトのショッパーとかギフトボックスもすごくこのイブサンローラン充実しているので色を選ぶ場合でもすごくおすすめです。色を選ぶ方で色悩む方は私ちょっと過去に前職レビューしたのでよかったらそちら見てみてください。それでは次がこちらです、じゃん、プラダでございます。プラダも比較的最近日本に上陸したコスメブランドですね。私は表参道の店舗に行って今買ってきたんですけど、多分オンラインでもギフトあったので全く同じになるかわからないですがプレゼント用で作ることができます。その中でもですねギフトにいいかなと思ったアイテムがリップバームです。まずこういう感じで有料ですがボックスに入れてくださってます。じゃん、中もこんなに可愛い。やっぱリップバーム系のプレゼントは色も問わないですし上げやすいと思うんですが、その中でもやっぱプラダってまだ来たばっかりで持ってる方が少ないと思うので嬉しいかなと思います。はい、こんな感じです。店頭で聞いたんですけどもう少ししたら色付きのリップバームが発売されるみたいでそれもいいなと思いました。ちょっと待ってみてもいいかもです。ビジュアル的にはこんな感じ、高級感あってこんな感じのカラーもこのプラダのグリーンに合わせた、見えづらいですけどプラダっていう刻印自体もリップの側面にされてます。本当に色はないのでつけてもこういう感じで透明です。香りはちょっと化粧品っぽい感じは強めですかね。リフィル交換できるみたいなので終わった後もいろいろと中身だけ交換して楽しんでもらうこともできます。はい、プレゼントでもらった時の喜びってすごい大事だと思うのでバッチリ味わっていただけるギフトですね。それでは次がこちらです、クレドフォーボーテの下地でございます。これは前回のギフトでも選んだ記憶があるんですが、やっぱりねあげるのにすごいいいと思うので入れます。4種類あって全部7700円だったと思います。現在もし種類に迷う方はクレド縛りの動画で全部紹介しているので見てみてください。まずですねやっぱりギフトであげるってなった時にファンデーションは色選びがちょっと難しい、ただやっぱりデパコスあげたいけどデパコスであげるならベース使ってほしいなって思う方いると思うんですけど、そんな時にあげやすいのが、まあ、
下地とパウダーだと思います。パウダーさっき紹介したのもあるので下地で選ぶなら私はクレドがいいかなと思っています。なんでかっていうと、もちろんやっぱ質がいいっていうのは本当にそうなんですけど、下地全体で見たとしてもベストセラーアイテムなんですね。だからこそどんどんコスメって新製品が出てこれが今流行ってるねとかってあるけど、でもなんだかんだやっぱこのクレドの下地ってずっと人気だし、ずっと比較対象だったり話題にされがちなので、飽きちゃってとかちょっと他のものを使いたくなってっていう時が来たとしてもまた戻ってくるタイミングが絶対にあるというか、長くすごく使っていただきやすい下地かなと思います。はい、それでは次がこちら、ディオールのディオールスキンフォーエバーグローマキシマイザーのピンクです。こちらは今年の上半期で発売になってめちゃくちゃ人気のハイライトなので、気になってたとかディオールはもらって嬉しいよねっていうポイントで選びました。売り場行くとディオールってやっぱいつでも行列なんですよ。それだけみんなから愛されてるし、なんかデパコスブランドとしても本当に定番なので、もらったらこれも嬉しいと思います。すごく話題になったアイテムとは言ったんですけど、リキッドハイライトってやっぱコスメ好きじゃなければ意外と使ってないアイテムな可能性が高いんですよ。ハイライトは好きだけどパウダーとかっていうパターンが多いかなと思うので、ちょっとそこもギフトにできるポイントだと思います。しかもこのピンク色はですね、ピンク色ではありながら伸ばすと結構馴染むからハイライトとしても使えるけど、ほんのりチークにもなるので、もらった人が自分でどっちに使おうかなっていうのを決められるのもいいかなと思います。で、全然ベースメイクもよれないですし、時間が経ってもほんとツヤも綺麗で汚くずるっとしてくることもないので、ディオールっていうブランドだけじゃなく品質としてもすごく優秀だと思います。あげるなら私的にはさっきのチークとかハイライトの観点からピンクがおすすめです。はい、それではこれはちょっと今回購入してきたのでラッピングがしてあります。しかもオンラインでこれで届きました。新しくめっちゃギフトに良さそうなアイテム出てたんですよ。中はこんな感じ、こちらです。リドラビューティーマイクロリップセラムでございます。リップトリートメントって書いてあるザ・リップの美容液ですね。新商品で出ていました。開けるとですね、こんな感じチューブになっていて、ほぼほぼ無香料なのかなっていうぐらいあんまり香りしないです。色がつくとかじゃなくて透明なジェルっぽい感じなんですけど、気持ちいいつぶつぶっぽい使用感があります。ジェルっぽいスクラブみたいなのが入っていて、なじませると肌の体温でとろけて普通の美容液のような質感になります。せっかくだからちょっと私も塗ってみます。なんか潤うんですけど、いわゆるあのグロスみたいにコテッと覆って潤う系じゃなくって、結構軽やかみずみずしい感じの質感のリップです。塗った瞬間もちろんしっとりしているんですけど、あんまりなんかベタベタしにくいというか質感はすごく好きです。塗っていてなんかピリピリとかもないですし、リップ塗る前の保湿として使っても全然邪魔しにくそうな、結構肌にこの唇にスッと馴染んでいく質感をしていて、すっごい使いやすいです。すごいもちもちします、馴染んだ後は。これはいいですね。リップケアアイテムたくさんありますが、可愛いし高級感もあるし、シャネルだし、とってもこれもギフト向けだと思います。そしたら次がこちら、これもちょっと頼んでみました。リプティックのハンドソープでございます。オンラインなのにこんな可愛くラッピングしてくれました。リプティックもギフト向きのブランドですよね。すごくこんな感じで入っております。有名なのはキャンドルとかのイメージがあるんですけど、人によって使う使わないがあるのかなと思ったので、ハンドソープを今回は入れてみました。はい、開けてみるとこんな感じです。これね、香りも選べたんですけど、今回はオーデサンスという香りにしています。王道な香りだったと思います、これ。あ、めちゃくちゃいい匂い。スパイシーかなと思いきや、森の中にいるかのような草木の香りがする気がする。ちょっと違うかもしれないんで、サイトに書いてあることをちょっと貼っておきます。インテリアとかこだわってる子だと、ハンドソープすらインテリアとして置いてる方もいると思うんですよ。そういう方にも喜んでもらえるのかなと思います。はい、それでは約1万円以下ギフト、まずはこちらですね。はい、いわゆる高級日焼け止め系です。クレドポーボーテのクレーム UVN とスックのプロテクティングデイクリームとアルビオンのスーパー UV カットインテンスコンセントレートデイクリームを持ってきています。だいたいどれも1万円だったと思うんですが、もう少しお値段張ってもいいよっていう方だったら、ポーラのあの BA の日焼け止めもいいと思います。多分まだまだあるんですけど、思いつく高級な日焼け止めっていうとその4つかなっていう感じなので選んでいます。さっきのクレドみたいな下地
をプレゼントするのもすごくいいと思うんですが、ベースメイクはお金をかけたいっていう認識がある方多いので、デパコスで揃えてる方も、まあ、結構いるかなと思います。お気に入りのものがあってちょっとあげるの怖いなっていう時とかに、日焼け止めでここまで高級なものを使ってる方が多くないんじゃないかなっていう予想と、あともし持っていたとしても下地よりもたくさん塗るし、あったらあっただけ嬉しいと思うんですよ。しかも、まあ、これも色もないですし、下地よりも好みを選びにくい気がするというか、あげやすいし喜ばれやすいアイテムだなと思います。だってプチプラの日焼け止めでもすっごい優秀じゃないですか今って。だからあえてそこに満足してデパコスを買うっていうことを考えてもなかったけど、でももらったらもらったで嬉しいってなると思うんですよね。でさっきあげたこの4つはすごくおすすめですが、私的なまあ違いとして、もちろんそのスキンケア効果とか入ってるものは違うとしても、使用感的にクレドが一番しっとりしてる気がします。アルビオンはもうちょっと軽めでもしっとり、スックが一番なんかみずみずしく軽やかっていうイメージがあるので、ご参考になれば嬉しいです。それでは次がこちらです。じゃん、高級フェイスパウダー系です。クレドポーボーテのプードルコンパクトエサンシエルと、エレガンスの新色ですね、ラプードルオートニュアンスの8話を持ってきています。これも嬉しいですよね。嬉しいし上げやすい。今この2つが比較的新しいアイテムで人気で、私もおすすめなのでピックアップをしているんですが、もし他の選択肢とするならば、スックのラベンダーカラーのパウダーとか、値段もちょっと飛び越えちゃいますけど、コスメデコルテの AQ のパウダーとか、あのあたりはもうちょっとしっとりしていてくすみが飛ぶようなカラーなので、そちらもおすすめです。新作かつ1万円でっていうので、ちょっとこの2つ選んでます。どちらも話題にもなっているし、もう見た目、まあ、特にエレガンスの方は見た目かな、可愛すぎるし、王道ザ・デパコスブランドでもらった時のテンションの上がりもあるし、ぴったりだと思いますね。違いとしたら、まあ、エレガンスの方はこれ結構カバー力しっかり高くて毛穴を隠してくれたりとか、かなり崩れにくいので、特にこの夏は使いやすいパウダーだと思います。イメージ的には結構マットな仕上がりになるので、お肌をこうふわふわっときちんとした感じの仕上がりにしているなっていう感じの予想がある方にあげてみてもいいかもです。クレドはですね、これもまあマットにはなるんですけど、もうちょっとナチュラル寄りな仕上がりですね。崩れにも強いけど乾燥にもより強くて、年中使いたいパウダーっていう感じがします。エレガンスも別に乾燥するわけじゃないので、もちろん年中使えるんですけど、ちょっと近いけど、クレドの方が仕上がりはナチュラルめ、エレガンスの方がしっかりカバーでマットな感じになって、どちらもとってもプレゼントにおすすめです。では次がこちら、これも確か前回紹介したような感じがする、シャネルのレベージュパレットルガールです。はい、シャネルのアイシャドウですね。こちらがクールドゥシャネル上半期の新作で、もう一個私のおすすめがこちらのウォームですね。デパコスのアイシャドウあげるのもとってもおすすめだと思うし、たくさんのアイテムがあるんですけど、シャネル見た目が可愛いっていうのと、このパレットで見た時の色の配色というか乖離方も、他のデパコスブランドにはない唯一無二感とか、粉質も日本のデパコスって結構パールが主張するもの多いんですけど、マットとかいろいろ入っていてすごく使いやすいし、すごい特別感があるんですよね。だからこそ買った当初ハマって使ってて、しばらく使わない期間があったとしてもまた戻って使いたくなるんですよ。だからプレゼントしてもすごく長く使ってもらえるのかなと思って、数あるアイシャドウの中でも選んでみました。スウォッチこの2つだけお見せします。まずウォームのカラーがこんな感じ、コーラルからオレンジ寄りなパレットになっています。そしてクールドゥシャネルは青みっぽいローズっぽい感じがするんですけど、塗ってみるとすっごい青みってわけでもなく、真ん中かちょい青み寄りかなっていう感じ。どっちも可愛いですね。新作なのはこっちのクールドゥシャネルの方になってます。それでは次こちらです。コスメデコルテのリポソームのクリームでございます。前回の時はリポソームの美容液をここに入れました。デパコススキンケアでめちゃくちゃ王道なので、知ってる方も多いからこそ、もらった時にこれ知ってるっていう嬉しさがあると思います。美容液でもいいんですけど、私も周りの子にあげたりしていて、また同じのもなと思って、でもすごくリポソーム自体は気に入ってくれてるから、次はクリームをあげようかなっていうのでプレゼントで送ったりします。これも私リピートして使ってるんですけど、ちゃんとしっとりはしながら、朝使ってもそんなに重すぎることもなく、使っておくと肌に潤うとどめてくれる感じもするので、乾燥しやすい方とか、季節的に今は夏なんですけど、冬場のプレゼントとしてもすごくいいのかなと思います。これも香りは美容液同様に上品なフローラルな香りがついています。好みはあるかもしれません。それでは次がこちらです。じゃん、
ディオールのバスボムでございます。実は数量限定アイテムなんですが、結構長いこと売られてるんですよ。まず箱から可愛いじゃないですか。テンションも上がっちゃうし、中もこんな感じでタブレットみたいに入ってるんですね。これ一個一個開けてお風呂に入れて入浴剤として使えるんですけれども、何でも自分で買えそうだし、何をあげていいか本当にわからないっていう時とかにプレゼントで選んだりしますね。消耗品で場所も取らないから使ってはいただけるけど、でもディオールだからこそプレゼントにもなんか向いてる感じもあるし、1万円だけどそんなに重たい感じであげたくない時とかにすごくいいかなと思ってます。私はこれ普通に家で使ってるんですけど、香りもやっぱミスディオールのすごいいい香りがするので、ピュアだけどちょっとラグジュアリーな気分を味わえます。はい、では3万円以下ぐらいのアイテムいきたいと思います。まずはこちら、トムフォードのアイカラークオード。私が選んでいるのはサスピションというカラーです。トムフォードね、1万円でもう買えないのでこの3万円ゾーンに入ってるんですが、1万円に近い価格になっています。前もこれ入れてますが、やっぱトムフォードのアイシャドウもらったら嬉しいと思います。カラー展開が多いのでそれだけ選択肢があってっていうのはいいんですけど、好みだったりに合わせるのは難易度は高めかと思います。個人的に好きなサスピションを今回は紹介するんですけど、こんな感じでちょっとゴールドとか黄身系のカラーですね。光沢感がすごい綺麗なんですよ。これは本当にトムフォードならではなので、ぜひこの高級感をね楽しんでほしいなと思います。選ぶカラーによってはこの質感じゃないシャドウもあるんですね。この TF っていう刻印がある部分がその質感になっているので、店頭で見るときとかは光沢感がいいなと思うんだったら気をつけて見てみてほしいです。でも他の色もすごく可愛いです。そして次こちらです。ちょっと開けちゃったんであれですけど、スックのイフトセットで選んでいます。3万円ぐらいの予算でコスメってなると組み合わせて3万円ぐらいになるっていうパターンが多いのかなと思っていて、で自分で組み合わせるのもいいんですけど、やっぱ迷うっていう場合だったりとかあると思うので、各コスメブランドのギフトっていうカテゴリー設けてくれてる場合、そこ見ると最初からキットで組んでくれてあります。それがだいたい1万から3万弱ぐらいのことが多いので、見てみても面白いかなと思います。スックとかアディクションとか、あとアレムケとかもだいたいあると思います。今回私がどういうキットにしたかっていうと、この2つが入っているキットにしました。モイスチャーリッチマスクとモイスチャーフィックスミストです。これ結構香りついていてですね、ちょっと和を感じる、いい香りのお香っぽい感じの香りがします。化粧品っぽい感じじゃないです。こっちのモイスチャーリッチマスクは洗い流さないマスクシートじゃないんですけど、お風呂から上がった後に顔にこうやってなじませて5分放置して軽く拭き取って次のスキンケアステップに入るっていう洗い流さないマスクのような感じなんですけど、本当に肌プルプルのなんかもちもちになるので、お肌がなんかちょっとこうゴワッと硬い感じの時とかに使うとすごくいいと思います。スペシャルケア的な立ち位置だからこそ上げやすいかなと思います。あと絶対入れたかったこちら、エカトのプレシャスジェルパックでございます。炭酸パックですね。これがですね、10袋入っていて、プレゼントであげるにしては結構お値段が高くて、私も実際あんまりあげることはないんですけど、めちゃくちゃ好きだし、すごいいろんな人に使ってほしいなと思ってる炭酸パックです。自分でちょっとこうねるねるねるねみたいに作って顔に貼って1時間放置して剥がすっていうスペシャルケアアイテムですね。使うと本当に顔のくすみも抜けやすいし、むくみとか気になる方にもすっきりしていいと思うんですけど、何か大切な日の前に使ってます。予算的に合えばすごく満足度の高いスキンケアだし、こんな感じで入っているんですけど、これをそれぞれ入れて混ぜて塗るっていう感じです。本当に内側から潤うみたいなお肌になるので超大好き。そして次がこちらです。はい、ヤーマンのヘアアイロンですね。前回の時リファを多分紹介していて、リファもおすすめなんですが、ヤーマンもねいいなと思ったので入れました。ヤーマンの方が伸びるって感じがします。くせ毛とかある方喜んでいただけるアイテムですね。すでにお気に入りのこういうアイテム持ってるとちょっとかぶっちゃうとあれですけど、持ってなかったらやっぱ毎日使うものなので嬉しいと思います。すごいほんとピシッと伸びます。はい、次これが物はないんですよね。メゾンキツネの T シャツです。これはね私欲しくて買ってないんですよ、ずっと自分には。でもメゾンキツネ自体ではお買い物をしていて、セリーヌとかなんとかみたいな感じのハイブランドではないけど、でも自分でポンポン買うお洋服ではないからこそ、もらったら嬉しいかなと思うし、知ってる方も多いだろうし、 T シャツだったら何かしらでは着ていただけるのかなっていうのでここに入れてみました。私もめちゃくちゃ欲しいです。買おうかな。
種類が多いしサイズも豊富なので迷うと思います。もし店頭に行けるのであればあげたい子に体型が近いかなって思う子を連れて行けるとベストですね。一回私も友達にあげたんですけどめっちゃサイズ迷いました。はい、次、これは私もらって嬉しかったアイテムです。エミのヨガウェアです。これは正直そのヨガとかスポーツしてない場合になかなか使ってもらいにくくはなっちゃうんですけど、私ちょうどピラティス始めた時にこれをプレゼントでもらってめちゃくちゃ着倒しました。エミとかってすっごいデザイン可愛いけどセットで揃えようと思うとなかなかのお値段するんですよね。だからこそエミは欲しいけどまあいいかなって思ってたからもらってすごい嬉しかったなと思います。スポーツ好きな子とか最近始めたんだよねっていう子がたまたまいたらプレゼントであげると多分その子のモチベにもなると思うので、サイズとかねデザインの好みが分かればすごくいいと思います。はい、おまけでそれ以上のアイテムも選んでみましたが、これに関してはやっぱ私も持ってないもの、でも人にあげたりとか人にあげたいなと思っていったり自分も欲しいなって思ってるアイテムなので参考程度に聞いていただけたらと思います。ということでそれ以上のアイテム1つ目、自分枕のギフト券です。オーダーメイド枕のギフト券ですね。何個かこうランクがあるみたいです。枕って私は自分のオーダーした枕あるんですけど気にはなってるけど作るまで至ってない方多いと思うんですよね。でもギフト券だったら結局自分で選んでもらえるしすごくいいかなと思いました。あとは同年代の子だけじゃなく親世代とかあとおばあちゃんとか年上の方にあげてもすごく喜ばれそうなアイテムですよね。はい、次、ホテルのスパ券。ホテルのスパ行きたいけど高いんですよ。よっぽど自分ではちょっと行けないなって思うんですけど複数人でお祝いとかでギフト券あげるのはめちゃくちゃ嬉しいのかなと思います。そういうなんかリラクゼーション系好きだったらぜひ候補に入れてみてください。結構ピンキリで安いところもあれば5万じゃ収まらないようなところもあったりして単価だいたい5万円ぐらいかなっていうので今回は入れています。はい、次、ヘアビューロンのアイロンでございます。一番いいのが多分今7万円ぐらいかなっていう感じだったんですけどめっちゃいいらしいんですよ。美容師の子が言っててよほどやっぱ自分では良かったとは思いますけど個人的に欲しいなと思って気になってます。ヘアビューロン自体ドライヤーとかアイロンですごくいいっていうイメージはあるのでもらって嬉しいのは間違いないと思います。はい、ということで本日はおすすめギフト紹介ということで価格別にいろんなアイテムを紹介していきました。1個ですね、撮影までに届かなかったアイテムがあって8000円のとこに入れたかったんですけどエルメスのネイルポリッシュです。色も可愛いしエルメスってギフトにするとやっぱすごい可愛いんですね。でもオイルさんでも使っていただけそうなすごくなんかヌーディーな可愛いカラーがあったので入れたかったんですけど入れられませんでした。もしよかったらそんなのもあるよって覚えておいてください。もらって嬉しいもの人によって違うと思うのでこれは良かったなっていうプレゼントがあればぜひ教えてください。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。